はい、どこ、はい、彩香、うん、何回ついてたっけ、2回、アンリは軸ブレね、はいはいはい、アンリと一緒、どこの部分のどの場面、うん、ああ、もうそれって感じね。はい、レオは戻る時の一歩下がって戻してた。はい、子供が言うってことは審判はそれ以上のことを言うから、まず最低限手はつかないね。 OK 以上です。はい、自分で言うとあかんがん。はい、あやか回転するときどれぐらい曲がってた。だいぶ曲がってんだそれ。はい、でサナは一緒、どれぐらい曲がってた回転の時に。だいぶ曲がってんな。アンリーはどれぐらい曲がってた。まあまあ曲がってんな。大きくは曲がってないけど結構バレますよぐらいの感じか。ヒロトはどうや。じゃあって何。なんなんそのじゃあ曲がってるって、何それ、やだ。はい、どう、何も曲がってなかった。回ってる時のさ、これこうなってなかった。なってなかった。立った時にこうなったりしてなかった。じゃあ完璧やな。ペチャペチャはし、え？なんでなんで？うん。あ、そのペチャペチャちょっとわからへんな。こいつペチャペチャしてるやんって言われるかもしれん。夢がぐらつきすぎやぞ。はいはい、わかりやすいわかりやすい。はい、あやか言ったれ、遠慮なく言ったれ。起き上がったのにもう一回突き上がったやな。サナは膝曲がってた。どれぐらい、どの場面で、それぐらいで、どの場面で。回ってる最中。回ってる最中。はい、あなたは、あーちょんぼな。はい、ヒロトは一緒、一緒じゃなくて どこが一緒なんか。あー分かりやすいミスね。アンリでも失敗するからな。アンリでもっていうのもおかしな話だけど、はいはい、分かったな、もう言うまでもなくやな。